お久しぶりです。シマリス木村です。今月からシマリスシーズンが始まってきているわけですけれども、今回新たにシマリスを迎え入れたいなと思っている方にちょっとね、現実というかお伝えしたいこと20個用意してきました。で、これ後からちょっとまた出てくるんですけれども、今年シマリスを迎え入れられる方が結構少ないと思いますので、まあ、ちょっとね、難しいという状況はあるんですけれども、一応ねシマリスを飼いたいなと思っている方に向けてお話ししたいこと20個、今回まとめてきましたので、これからねお話ししていこうと思います。一個一個は結構コンパクトにまとめておりますので、サクサク見れるんじゃないかなと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは行ってまいりましょう。その1、今年は多分ほとんどの人が迎えられない。なぜかというとコロナの影響をもろに受けている動物だからです。シバリスは毎年3月から5月頃、ちょうどこの時期ですよね、ペットショップで見かけることができ、この時期以外は基本的にいません。ペットとしてのシバリスのほとんどは中国から海を渡ってきてるわけで、あんまりこういう言葉使いたくないんですけど、輸入されてるわけですよ。実は去年2020年も中国からの輸入はゼロで、じゃあ今年はどうなったかというと、まあ、ちょっとね SNS とか Twitter とか見てる感じだと今年もちょっと厳しそうな雰囲気が出てます。まあそれでも迎え入れる方法はないわけではないので、まあそれはね動画の最後の方にお話しします。まあ、とにかく輸入が難しいっていう状況下にあるので、まあ去年からペットとしてのシマリスはもう本当に激減していて、今年もそうなりそうっていうことはまずは言っておきます。その2、タイガー期というものがあります。シマリスは本来冬眠する動物で、秋に食料を貯めるいわゆる貯食をする動物です。僕の過去の動画でもね結構取り上げてきたんですけれども、秋頃になると気性が非常に荒くなって、指の肉をねえぐり取られるほど噛みついてくる場合があります。縄張り争いですよね。原因もはっきりと分かってないので、今のところ確実にタイガーにさせないっていう方法はなくてですね、どの子もタイガー化する可能性は十分あります。普段は手に乗ったり人間から見たら慣れてるように見える子でも、性格がね、この時期180度変わったように、荒々しくなることがあります。例えばね、ご飯をあげる時にケージに手を入れるじゃないですか、どうしてもね。でその時に勢いよく噛みついてきたりするっていう子もいるらしいので、素手だと手がね傷だらけになります。このタイガー化は知っておかないと結構挫折ポイントになりそうな気がするので、ここは必ず押さえておきたいポイントですね。その3、懐きません。よくポケットで寝ちゃうとか、呼んだら来るとか、手のひらでね寝ちゃうとかね、 SNS で見るんですけどみたいなあるじゃないですか。なんか芸を覚えたりとか覚えさせたりとかね、そういうね、なんか SNS で結構そういうの見るんですけどっていう声が聞こえてきそうなんですけど、基本的にあれは幻想だと思っておいた方がいいです。多くのシマリスはそういうことはできないです。懐きませんって断言しちゃいましたけど、非常に懐きにくいって言った方がいいかもしれないですね。他にもなぜかシマリスは肩に乗って散歩できると思い込んでる人がちょいちょいいるんですけれども、無理です。そもそもシマリスはスキンシップを積極的に好むような動物ではありませんので、眺めてるぐらいがちょうどいいのかなと思った方がいいと思います。その4、うるさいです。お前それでもシマリスとかよって怒られそうですけれども、同じ部屋では寝れないと思いますね。朝5時から回し車を全力で回し、気性が荒い日は何時間もかじりきやらハンモックやらをガリガリ破壊して、で基本的にシマリスのケージって縦に長いケージなので、めっちゃ上下運動するんですよ。ぴょんぴょん跳ねたりとかね、ガッシャンガッシャン、ケージがね揺れる音がするんですよ。ただ賃貸とかで隣の部屋の人に迷惑かかるかっていうと、そこまでの大きさではないんですけれども、例えば人間がね、飼い主が体調がちょっと悪くて寝込んでる昼間ね、寝込んでる時とか、横でねシマリスの回し車がすごい回ってたりとか、ケージがねガタガタ鳴ってたりとかっていうのはちょいちょいストレスになってく可能性はあるので、あんまり人間の生活スペースと近いところでシマリスも生活するとお互いストレスになるんじゃないかなと僕は思ってます。その後、病院を見つけるのが大変。これは、検索してみると分かるんですけれども、
小動物を見てくれる病院ってマジで少ないんですよ。でその中でシマリスも見れるってなるとかなり限定されてきます。あ、なんかウサギとかハムスターは OK なんだけどリスはちょっと見てないですねみたいな病院も結構あって、僕もね過去に引っ越した時とかにね周りの動物病院に電話かけてリス見れますかって聞いたことあるんですけど、ごめんなさいちょっとリス見れないんですよっていう病院が結構あってですね、まあそういう経験からも結構ねシマリス見れる病院っていうのは少ないので、まあ迎える時はもう必ずね周囲に結構無理なく行ける範囲で、リスが見れる動物病院がないかっていうのはちゃんと調べておく必要があるかなと思います。まあもしくは極論ですけど、まあ良さそうな病院があったらもうその近くに引っ越しちゃうとかね、ありだと全然思います僕は。その6、お金はそれなりにかかります。これまたちょっと後で説明するんですけれども、日常的にかかるお金がそのダントツで高いのが電気代なんですよ。さらに幼少期は保温が大事なので、普通のねケージとは別に最初の方はプラケースとかガラスケースで生活してもらったり、成長した後でもケージのメンテナンスとかボロボロになったハンモックの買い替えとか、まあいろいろあるんですよ。で小動物と言われていてもそのお金は結構飛んでいくんですね。このあたりはちょうどね本当にお金かかるっていう動画がありますので、ちょっとねそれぜひ見てみてください。その7、温度変化に弱い。暑さに弱く冬は寒いと冬眠してしまいますシマリスは。うちのももさんは11月にねたまたま気温が高い日に脱水症状になったりしてます。11月で脱水症状ってそんなことありえるのみたいな、もう正直そう思いましたけど、それくらい暑さに弱いです。だいたい年中20度から25度くらいをキープする必要があるので、エアコンの常時稼働っていうのはほぼ必須ですね。でまた日当たり良好である必要があるので、部屋が日当たり良好である必要があるので、僕のリス部屋なんかは1月でも室温が28度まで上がる日もあってめちゃくちゃ日当たりいいんですよ。だから外出時に外からねスマート家電リモコンっていうのを使って暖房じゃなくて冷房をつけて温度を下げるとかよくやります。もうねこんなことやってたらね節電とか言ってる場合じゃないですよね。その8、旅行できない。基本的に旅行好きの方はペット向いてませんよね、そもそもね。なんでかはなんとなくわかると思うんですけど、どうしても旅行したいとか旅行じゃなくても長期間家を空けなきゃいけないってなったら、まあ、経験者に預かってもらうとか、まあ、あとペットホテルに預けるとかがあるんですけど、そのまあ普段と違う環境下に置かれるっていうことになるので、その期間はね、だからまあストレスになる場合があるっていうのは注意が必要ですね。その9、一度脱走したらなかなか捕まえられません。例えば朝ごはんあげて、まあ、その後会社に行こうとするじゃないですか。で時間ギリギリな時に限ってケージの外に出してしまうんですよね。でそうなると物陰があろうものならすぐにそこに入り込んでもう出てこないっていうことがよくあります。こっちはねもう家出なきゃいけないんだけど早く戻ってよってね言いたいんですけど、もうシマリスにとっては知らんわって感じなので、まあ、実際に経験するとこれね絶望感がすごいです。あ終わったみたいなそんな感じでね絶望感がすごいんですよ。ちなみにもう家の外に出てしまうともうほぼ戻ってこないと思っておいた方がいいですね。ましてやシマリスっていうのはこれまた後から出てくるんですけど外来生物なので、外に出してしまうと生態系破壊にもつながりかねませんので、違う意味でも外への脱走は大変なことになるっていうことを覚えておいてください。その10、それなりの広さが必要。これはケージの話ですね。まあ もちろんそのリス部屋があるんだったらそのリス部屋がね結構広ければそれに越したことはないと思うんですが、例えばなんだろうな、ハムスターの場合はその小さいプラケースで飼育してるね光景よく見るかもしれないんですけれども、あれと同じような感覚でシマリスもね小さいプラケースとかね入れておくと、かなりストレスになります。小さくてもイージーホーム40杯っていう製品があるんですけど、あれぐらいが欲しいですね。でケージを置くときもよく考えないといけなくて、日光浴させられる場所に置かないといけないです。まあ、かといって長時間その日光直射日光が当たるような場所もダメなので、その日当たりがいい部屋でかつ日陰に置くっていうのがベストな選択かなと思います。その11、外来生物なので取り扱いに注意が必要。これはさっきも言いましたし、過去に何回も動画を作ってますけど、シマリスは重点対策外来種というものに指定されています。詳しい説明は動画を見てほしいんですけれども、過去のね誤って逃がしちゃうと日本の生態系破壊につながる可能性があるわけで、ここはね一番注意が必要なところです。たまにねなんか外散歩させたりとかどこかの公園に一緒に遊びに行ったりとかっていう投稿を見るんですけれども、あれはね本当に良くないです。なんだろうな、まあね本人はいつも家にいてかわいそうだからって言って、まあ、たまには外の空気吸わせてあげようかなっ
っていう考えだと思うんですけど、まあ、本当にその気持ちはわかるんですけど、シマリスに関してはそこはねぐっとこらえないといけないんですよ。まあ、なのでね、ここら辺は注意が必要です。その12、日没とともに寝る動物なので日中家にいない人はほぼ会えません。シマリスは中高生なので日の出とともに起きて日没とともに寝る生活スタイルです。なので朝早く家を出て、結構ね夜遅く帰る人なんていうのはちょっと向いてないのかなと思います。そのたまにさ、うちのシマリスは夜行性なんですよとか、自分夜型なんですけど、ちょっとシマリスもなんかその生活に合わせてきたのか、シマリスもなんか夜行性になったっぽいんですよねみたいな、なんかそういう声をよく聞いたりするんですけど、こういうのあんまり真に受けない方がいいと思います。本能的に中高生なんで、ホルモンバランスが崩れやすくなる可能性はあります。まあ、あるいはねもう崩れてるかもしれないですよね。まあ、そういう可能性があるので、仮にね今は全然ピンピンしてても、長期的に見ると良くないんじゃないかなと思ってます。その13、尻尾はすぐ抜け二度と生えてきません。シマリスはどちらかというと、捕食される側な動物なので、トカゲの尻尾切りじゃないですけど、簡単に尻尾が抜けるようになってます。そのいわゆるお抜けとも呼ばれてるんですけれども、尻尾がなくなったことで何か不自由が発生するかといえば、正直シマリスに関してはそこまではないんですけれども、ただその切断部分を気にしてその自分で噛んじゃったりとかね、あとそこから化膿して別の病気になる危険性があるので、そこはね注意が必要です。ペットとのスキンシップは取りたくなりがちなんですけど、下手に触るとそのお抜けする可能性があるということをもう十分覚えておかなければいけませんね。例えば小さいお子さんとかね、なりふり構わず触ることがあるかと思いますので、仮にそのお子様にね世話をさせたいなと思っている方いらっしゃいましたら、そこはね本当にお子さんにね教えてあげてください。その14、匂いはそこまでしません。ペットショップに行くと小動物コーナーの匂いって結構すごいじゃないですか。あれは、単純にたくさんいるからだし、例えばホームセンターとかね、締め切った部屋の場合、入った瞬間結構きつめの匂いがするんですけど、家で飼う場合はそこまで匂いはしないかなと僕は思ってます。ただこれには前提条件があって、それは日々のケージの掃除がちゃんとされてることですね。ケージの掃除がちゃんとできてれば、シマリス自体の、体臭って言ったらいいんですかね、そういう匂いっていうのはほとんど気にならないレベルです。ただ強いて言うと、この2月から5月ぐらい の発情期ですね。このあたりはちょっとね、なんかホルモンの影響なのか、獣臭がちょっとするかなっていうのはありますけれども、総合的に見てもそんなに気にするほどではないかなと思ってます。ぜひ参考にしてみてください。その15、リス飼育経験者が少ないので結構話が盛り上がる。シマリスを飼っていたっていう人が周りにいないことがね、本当に多いんですよ。だからこそ飼育経験のある方がたまにいたりすると、シマリスの太ももいいですよねとか、手のひらでご飯食べてた時に手から伝わってくるバイブレーション、あれ最高ですよねとか、いろいろありますけど、そのシマリスの話で共感したいけど、相手がねそのいないもんですから、そのねフラストレーションがちょいちょい積もりに積もってですね、その結果シマリス経験者とかね、シマリス今まさに飼ってるんですっていう人に出会って話をすると結構盛り上がったりします。マニアックな話でね。逆に言うとこれね、周りに経験者がいないっていうことは困った時に聞けないっていうデメリットがあったりします。ですけど、今ネットがありますからね、そこら辺はなんかネットで経験者見つけて聞くっていうのも一つの手かなと思ってます。一応僕もいるしね。はい。その16、季節の食べ物を食べるようになる。これね人間側の話です。男子あるあるだと思うんですけど、そもそもねフルーツとか野菜とか買ってこないんですよ。でもシマリスがいると、その自分が食べるつもりがなくてもその、ね、食べさせてあげたいなって思うじゃないですか。で買いに行くんですよ。買ってきてね、当然人間用 の量があるんで全部はあげないじゃないですか。で捨てるのもそれはねダメだしもったいないし、でじゃあどうなるかっていうと、食べるんですよ。で僕もねシマリス生活してから、イチゴやらリンゴやらブドウやらね、いろいろキャベツやらね、半強制的に食べさせられてます、シマリスたちによって。だから人間の健康にもねいいのかなと思ってます。その17、5年から10年くらい生きる。ペットのシマリスの平均寿命は5から10年って大体聞くんですけど、ネットで見る感じだとね、体感的には5歳から8歳くらいかなと感じますけれども、10年生きたら相当長い
と思います。ももさんは今年の9月で8歳になるんですけど、動物病院に行ってね、年齢聞かれたりして答えると、まあ、結構なお年ですねとか、まあ、そういう反応されることが多いです。長年一緒にいられるのは本当にいいことだと思ってます。ただその捉えようによってはこれ注意が必要なんですよ。例えば中学1年生の男の子がシマリスを飼いたいと心の底から叫んでるとします。でそこでシマリス迎えるじゃないですか。仮にシマリスが8年生きるとしたら、その子はねもう大学生になってるわけですよ、その8年後ね。あるいは就職してるかもしれないですよね。いずれにしてもその7年8年っていうのは飼い主の周りで起きてる、まあ、環境とか、まあ、あとはその人自身の考え方ですよね、大きく変わってくるかなと思います。その一生共に暮らすっていう覚悟がありますかっていうことでもあるんですよ。逆に言うとこの長年生きるっていうのは、でこれって他の動物でも一緒ですよね。とにかくね、あなたが欲しくて迎え入れたんだったら、それはねあなたが責任を持って一生共にするべきだし、でそうじゃなくても例えば家族とかがね欲しいって言ってる場合は、その進学とか就職とか結婚、まあ、離婚するかどうかわかんないですけど、まああとね亡くなっちゃったりとかね、その人がで、まあ、いろんなね節目が来て、言い出しっぺじゃないあなたにバトンが回ってくることも十分考えられるんですよ。なのでまあなんだろうな、あんまりねその5年10年先の話なんて考えられないですけれども、ちょっとねそこら辺はね頭の隅に入れておくとまあいいんじゃないかなと僕は思ってます。その18、寂しくない、これはね個人的にはすごく思ってます。よくねなんかももさんに明日の動画どうしようかねみたいな相談したりとか、マメタがその夜中巣箱から出てきて、夜食をね食べに起きてきて、そういう時にね早く寝ないよみたいなね、まあそういうなんだろう、笑いながらね話しかけたりとか、この話の部分だけ切り取って聞いちゃうとなんかこの人やばい人だなって思われそうですけど、人間からしても安心するんですよね。まあ当然喋ることはないので会話にはならないんですけど、うん、なんかねみんないるんだなって、はい、まあまあこれ以上話すとちょっとドン引きされそうな気がするので、まあ、やめておきますけれども、まあ、とにかくね寂しさはね紛れるかなと思います。その19、かわいい、これは言うまでもないですよね。というかなんだろう、ペットを飼いたい人はほぼこれが一番の理由かなと思います。まあ一見ね安直な考えですけど、もうね素晴らしい考えかなと思ってます。僕もねここに来るまでいろんな注意事項を話してきましたけど、迎え入れたい理由は可愛いから1本、まあそれでも全然何ら問題ないと思いますし、実際ね本当にそうだと思います。逆になんか別の理由つけられてもそれはそっちの方が怖いでしょ。なんか例えばなんだろうな、いや私はシマリスの冬眠システムはとても素晴らしいと思ってますので、この動物を地球からなくしてはいけない、だから飼ってますいやお前怖みたいなさなるじゃん。だから可愛いで全然問題ないと思います。実際可愛いからね。その20、生活のすべてがシマリス優先になります。これね今までの説明でなんとなく察したかなと思うんですけど、例えばなんだろう、自分がこうしたくてもそのリスがいるからできないなっていうことにもうねよくぶち当たります。例えば昼まで寝てたいけど、なんだろう、ももさんとかまめたに朝ごはんあげないといけないから頑張って起きるかとか、休みの日だけどねとか、まあ旅行はね、まあ3泊はちょっとなみたいな、ちょっとやめとこうかみたいなさ、とか、あと夜テレビつけてるとその音でね起きてきちゃうからもう小さくしようとか、音はなんならテレビ捨てようかみたいなさ。シマリスに限らずペットと暮らすと何かしらね形は違えどこうなっていくかなと思います。だから迎え入れる前にシマリスの生態をよく知っておきましょうということですね。はい、ここまでね長々と聞いていただいて本当にありがとうございます。20個説明したんですけれども、まあこれはあくまで僕のね個人的な意見なので、俺はそう思わんぞとか、例えば私は別にシマリスと一緒に全然寝れますけどみたいな、同じ部屋でね、そういう声はね全然あると思います。なのでこの動画でお話ししたことはあくまでね参考程度に留めておいてほしいなと思います。そんなこともあるんだみたいなね、まあそれぐらいでね全然いいと思います。で最後に、今年どうしてもシマリスを迎えたいっていう方に、まあ、その方法というかまあこういうのがありますよっていうのを2つだけ紹介しておきます。まず里親募集です。これはね、まあ、ネット上でシマリススペース里親みたいなので検索すると、まあいくつかね出てくると思いますんで、専用のなんかホームページみたいなのがね出てくると思いますので、ぜひね気になる方はそちら調べてみてください。次に、ペットショップで奇跡的に見つける、
なんだ結局そういうことかってなるかもしれないんですけど、日本国内で繁殖されてるブリーダーさんは、まあ、少なからずいらっしゃるんですよ。その方がやり取りしてるペットショップなんかに行けば、もしかしたら見かけることがあるかもしれないです、シマリスね。去年もね、まあ、完全に中国からの輸入はゼロだったんですけど、その国内繁殖で、シマリスベビーをお迎えした方が、まあ、ちらほらいらっしゃるみたいなので、まあ、そこまで多くはないんですけど、なので、まあ、ペットショップを、まあ、しつこく問い合わせるっていうのもそれはペットショップに申し訳ないと思うので、まあ、見かけたらラッキーかなぐらいで、その今年はね思い留めておいた方が、僕はね、まあ、いろんな人が大変苦労なさってるんでね、そこは配慮してあげてください。なんかね、例えば SNS でさ、ベビー生まれましたっていうブリーダーさんとかね、繁殖させてる方の投稿ちょいちょい見るんですけど、そういう方にそのシマリスくださいっていうのだけは本当にやめてくださいね。非常に迷惑行為になるんでね、やめてください。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。僕は普段ね、シマリスのモモさんとマメタの可愛い映像っていうのをお届けしているわけなんですけど、たまにこういう真面目な情報とかもねお伝えしておりますので、ぜひねチャンネル登録していってくれれば嬉しいです。まあもちろんね、もうすでにチャンネル登録していつも見ていただいている方ね、本当に感謝しております。ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。いや、来年は中国から普通に来てほしいですね。はーい。はーい。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。